こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、1ヶ月ぶりの、ギャル横書きコレクションの15番を紹介したいと思います。今回ですね、マクドネルのダグラス、MD 1111です。はい、では、はい、ここです。意外にですね、大きいですね。まあ大型、両角機なので、おー、ジェバードです。で、今回は散発式エンジン旅客機です。これ最後の散発式エンジンです。そのこれ、この飛行機の後、旅客機の後にもう散発式エンジンの旅客機はありません。そう、最後の貴重な、飛行機でもあります。じゃあ、はい、これです。いいですね。これですね、後で説明しますけども、3番目の、エンジンです。おー、ジェバードです。はい、結構いろいろ語れるんですよ。この歴史がいい、長い歴史持ってかっこいいです。はい、ということで、じゃあ早速、次回はちょっとまだ長いんですけども、5月26日です。1ヶ月後です。はーい、はい、かっこいいですね。ジェバード、マクドネル・ダグラスの MDC。 おー、これ赤、かっこいい。ジェバード書いてありますね。かわいいね。ここに、あとでここにもヒントがあるので、します。お、これジャーリオカコレクション。では早速、開けましょうか。おー、かっこいいですね。お、エンジンの、じゃあ開けます。ちょっと待ってくださいね。じゃじゃーん、はい、マクドネルダグラスの MD1111 ですね。おー、かっこいいです。イエーイ。じゃあ取り出します。じゃじゃーん、思った以上に結構重量がありますね。重い、まあ、金属でできてるので、すごく、おー、いいですね。今回もエンジンの方も黒くしている。この3つも、おー、ちゃんとクオリティが高い。相変わらずリアスクオリティ、あ、綺麗ですね。後ろ裏も、おー、なんか結構塗装が綺麗ですね。さあ、これからちょっといろいろ話します。まずジェバードということで、こちらにですね、あとボディのところに、貴重な野鳥、日本の野鳥が書かれてあります。あ、すいません。そうですね、これですね。はい、飛んでる野鳥です。あまり見えないかもしれないけど、こっちにもあります。で、各機体に、まあ JAL は10機持ってます。そういうステマスター。で、各機体に、DC は8と同じく名前をつけて、名前があります。つけてあります。その名前はこの、通りの名前からなります。必要な通り、DC 長距離、主に国際線ですね、のために導入されています。はい、JAL は10機、を持ってるんですけども、 5機は、中距離で、残りの5機は長距離。中距離はもう東南アジア、まあ、香港とか、クアラルンプールとかマレーシアに、運航に使われています。で、長距離は欧米線で、使われていました。ただですね、残念なことは途中で、この会社マクドネル・ダグラスはボーイングに買収されて、合併吸収されて、で、まあ、これを、その後、ボーイングが、777の200は開発してるんですよね、当時。で、まあ、のボーイングからの提案で、もう、MD11 から、こっち、まあ、JAL はこちらに、後継、777に入れ替えてました。で、この飛行機は、もともと JAL には
1993年に来て、納品されて、で94年から飛びます。で先の方の理由でボーイングが、まあ、MD11 を購入ではなくて777を推薦しているので、2004年に全部まあ、退役しました。引退しました。で10機しかったそういうしていません。その後はもう JAL は全部ボーイング77に統一されています。で、もう一つの大きな理由としては、もちろんこっちの方が若干大きいですね、777。で、また経済的にその77は、2発エンジン。で、これは 3発エンジン。で、今ですから、ボーイング、MD11 はほとんど、まあ、旅客機ではなくて、貨物機として飛んでます。日本でも時々見られますよ、貨物船。先ほど、フェデックスとか、アメリカの、と UPS 先と、またはルフタンサーカーゴという、まあ、貨物船で運用、これをまだ、飛ばしています。体が機体が大きいので、で、荷物がたくさん入れますということで採用されています。今でもはい、この飛行機の総生産は約200台です。はい、かっこいいですね。では、はい、これで MD の90で MD11、ではじゃあ、付録写真見ましょうか。じゃあちょっと待ってください。じゃじゃーん、はい、まず、おー、あ、そうですね、10年間、先ほどに94年から2004年までの、まあ、10年間で、日本の空を、まあ、JAL としては飛んでいます。今でも飛んでますけどね、貨物船として。はい、ですね、標準座席は230ですね。で、中距離と長距離はあります。はい、ですね、 JAL が持ってるのは10機です。はい、じゃあ、じゃじゃーん、ポスターですね。おお、ここにと野鳥が書かれてます。これもつけてます。はい、おお、機内はこれです。はい、3列ですね、ちゃんと。で、で、まあこれですね、先ほどの機体ごとに当時の機長、まあ、通りの名前を掲載されてます。あとエンジンですね、3発機も国際線で使われています。ただですね、結構ね、この飛行機の操縦が難しいみたいですよ。でも、そもそも導入、まあ納期されてから国際線にすぐに使わずに、練習として、国内線で使われていますですね。で、パイロットたちが慣れたら、国際線に切り替えてます。戦機面白いですね、こういうのがあるんだ。で、もともとまあダグラスの DC-10 から始まったんで MD-11-10 となっています。で、コックピットこれですね、出ました、タココピット。はい、じゃあ開発ストーリーです。もうスーパー DC-10 の計画があったみたいですね。はい、これで、そうですね、翼に鳥の絵を、貼ってます、塗装してます。はい、でこれで先ほど貨物機として、まあ今現在も、現役はしています。じゃああとは、お顔は、まあ、空港の先端テクノロジー。で、次は、ボーイ777-200。はい、以上です。アルチンチャーでした。今回は、マクドネル・ダグラスの MD11 です。かっこいいですね。J バードですね。で、ここに、野鳥のところが書かれてます。本当によくできてるんですよ。重量感もあって、結構、いいです、このシリーズは。
東京も綺麗ですね。これも全部。はい。では、キャノントロックお願いします。またね。バイバーイ。